さあ、それではティアーズオブザキングダムの続きやっていきます。というわけで、ちょっと待って、この商売の方は後に回して。魔物だらけで物騒だね。サボッターはゲルド語でおはようございますってことだったかな。ラボーラさん、おっと、ハイリア人の坊や、この辺を通るなら気をつけなきゃいけないよ。ラネール湿原は昔から魔物の縄張りなんだ。立ちの悪い連中がうろうろしている。魔物の集団が近くの廃墟に根城を構えた。近頃はそんな物騒な噂まで聞こえてくるしさ。廃墟、根城っていうものがそこかしこに作られてるのかな。魔物たちはなぜ今なお元気にこうハイラルを襲ってるのか、そういうもんなのかね、原生生物的な感じなのかな。坊やも廃墟のそばを通ることがあったらくれぐれも油断しないようにね。なるほど、廃墟めいたところには大抵敵がいるという、そういうお話かな。うん、ラネール湿原は特にそうなのか。お、コッコさん、コケーふわっと浮いてくれるかな。お、まずは腹ごしらえだな。こうですかね、そんなことはないよね、ごめんね。よく考えたら、なんでさ、あのコッコっていうこの鳥は昔からこうゼルダの伝説でこの子をいじめると逆に逆襲されるってちょっと言いかけたけど、まあ逆襲されるんですけど、コッコさんおそらくいくら攻撃しても鶏肉には変化しないよね。無敵の存在なのかな。コケー、リキューさん、あ、この人はなんか覚えてる。かかりこ村近くにいたような気がする。何か売ってたな。ちょっと内容はちょっと忘れちゃったけど、行商人だった気がしますね。なんだい、おいらはこれからかかりこ村の輪っか遺跡の調査に行かないといけないんだが。かかりこ村、お、向こう側か。ん、なんか随分変な形状してる山があるな。かかりこ村に行きたいなら、あの輪っかの形をした遺跡を目指すといいよ。あれ遺跡なんだ、落ちてきたん。あれは輪っか遺跡といってね、今我々調査隊の間でも話題のゾナウ遺跡なんだ。輪っか遺跡、すごくなんか名前わかりやすい。今やすっかり観光地化してるみたいだけどね。天変地異で落下してきたゾナウ遺跡は世界中で確認されているんだが、かかりこ村に落ちてきたゾナウ遺跡は珍しい輪っかの形をしているだけじゃなく、その中にあったゾナウ文字が刻まれた石板から賢者、魔王なんて言葉を見つかっていてね。唯一ゾナウ文字が解読できる我々調査隊のリーダーが直々に指揮を取って調査している今一番ホットなゾナウ遺跡なんだよ。ホットでナウな遺跡。おいらも研究チームの一員だからそろそろ行かないといけないんだけど。かかりこ村は山岳地帯、目立つ目印があるとはいえ道に迷わないようイメージトレーニングをしとかないとな。これはイメトレだけで終わるタイプ。まずは腹ごしらえ。それはそう、確かに。まだ何か用かい。何でもないです。はい、ちゃんとその準備だけはしてるんだね。ここまで準備したら逆に行こうかなって気になると思うんだけど。友達のところに行きたいなというのはまあ一旦スルーして、さあ、まっとうなお値段でという行商人らしき人よ。パンパンとか言って、ヘイ、いや、あなたも人生という名の旅の途中ですか。私もです。わお、私テリーと申します。
背中のカブトムシ型リュックが目印です。いやこんなご時世でもただひたすら前を見て旅してらっしゃるあなたのために、私一押しの虫たちや人生の旅には必須の商品を売ってます。もしルピーにお困りでしたら、お手物のご不要な品を買い取らせていただきます。宝石とかはいい金額になりますよ。お持ちでしたらどんどんお売りください。さあ、あなたはどちらになさいますか。買う。ふう。なんだこれ。水の実。中に高圧の水を溜め込んだこの実。手足の動きを滑らかにする成分によって料理して食べると早く泳げるようになる。ほう。気になります。いや、この水の実が木になってるかどうかわからんけど。1個だけ。うん、今ちょっとお金あんまりないんで。お役に立てて何よりです。なんとかですとか、ちょっとなんていうか、なんかちょっとそういう口調の人が今回多い気がします。うん、売る。うん、あんまり高く売れないな。虫関係は高く売れるというわけでもなさそうだね。ふむ。はーい。ふっふー。はーい。テリーさん、ゼルダの伝説ではもはやおなじみとなったショップの人かなっていう。見た感じはブレスオブザワイルドとさほど変わらない感じがするけど、細部は結構変わってたりしてね。よし、じゃああとは誰かいるかな。お、レシピ。これは角とトンボを組み合わせるとお薬になるよってやつか。あ、なんだこれ。準備中のためお手を触れないようお願いします。馬江戸の店主。ふむ。これは蔵か。なるほど。確かに蔵とかも乾かさないとね。馬も大変っていうか不快だろうし。台帳を読む。こちらは馬宿会員に登録された方の会員情報が記載された台帳となっております。ポイントの確認。リンクさんのポイント情報、馬神様の記事まであと2ポイント。うん、お手持ちのポイントカードでもわかる。会員規約、施設利用ごとにポイントが貯まる。宿泊や馬の登録など。はーい。よし。さあ他には、お、リンゴ。ん？こっちに来ないよな。お、ふむふむ。このピシッと並んでるの偉いよね。馬って結構なんていうか運動したがりとかはあるんじゃないかなと思うけど、まあいいや。男の子かな。アミビー。あ、お客様、明るくなってきたとはいえこの裏の森には近づかない方がいいですよ。この辺では見慣れない強そうなやつがネジロを作っちゃって、あれ絶対やばいやつですよ。それに見てくださいよ。せっかく頑張って井戸を作ったのに、あいつらのせいで使えなくなっちゃって。まあ井戸自体は新しいのを作ったからもういいんですけど。ふむ。それよりもあいつらがこっちに来ないかってのが心配で、夜も眠れなくて。やつらの視界に入らないように背後から不意打ちでもできればなんとか追い払えるかもと思ったんですが、なかなかうまくいかなくて。あの、だいぶそれは大問題なのでは。誰かあのでかいのだけでも追い払ってくれたらな。まあとにかく裏の森にはお客様もお気をつけください。招かれざる者ミニチャレンジ。ふむ。出現の馬宿の森の裏に
森の裏？裏の森にこの辺りでは見慣れない強そうな魔物が現れ、眠れない日々を過ごすアミビー。不意打ちをして倒す計画はあるようだが、少年には難しそうだ。魔物を追っ払ってくれる人はいないかとぼやいている。ぼやいている。不意打ちを失敗してよく君は無事だったね。これは不意打ちで倒してくるのが理想的なパターンってことかな。ふむ。どこにおるんやろ。お、あれかな。確かに。あ、待て待て、何体かいるぞ。ちょっと高いところから見ないと。鹿だ。お、この辺はだいぶ鹿が多いね。あの魔物たちは鹿襲わないのかな。イノシシ襲ってるところは見たことあるけど、あ、足が速くて逃げられちゃうみたいな感じかな。結構いるな。でっかいのだけでも追っ払う。でっかいのの姿がわからんな。おっとっと、ここは忍び薬が欲しいところだな。あったかな。ない。こういう時は料理だ。あれ、また、前に作った井戸も使えないし、不安で夜も眠れないし。困ったもんだ。料理鍋、携帯料理鍋ってほとんど使ってないな。そろそろ行くかな。ちゃんと食べたんだ。じゃあ行けばいいんじゃないかなみたいな。体がぼんやり光る。これはなんかすごく、あの静粛性とかうんぬんじゃなくて、視界に入ったらもろバレみたいな感じがしますね。魔物のボコブリンの角、あれ、どっちがお高く売れるんだっけ。角の方が高く売れるんだっけな。忘れちゃった。まあでもたくさん手に入ってる、こっちでいっか。おい。トゥルルントゥルルンとか言って、ちょっとなんかあの鼻歌のバリエーション増えてるもしや。さあ忍び役、レベル1ないよりかはいいかって、くらいだけど、忍び系は静かホタルは結構いるからそんなもんなのかな。よし。お、そういえば馬宿といえば何か怪しげなものがないかな。煙吹いてますね。前作こんななかった気がするけど、前になんていうか明かりがなくてちょっと不親切だなとか言ってましたけど、あれだけもうもうと出てたら結構目立つよね。なるほど。トリマ、よし。これはなんだ。あ、まさかの、買わなくてもよかったです。井戸もな、チェックしてみたい気がするけど。さてさて、あら、ほこらじゃん。スカロクのほこら、ほこらもね、なるべくちょっとずつでもいいからやっていこうかなと思ってたから、渡りに船って感じかな。一応アンロックだけはしておこう。
なんでワンアップポイントが生まれるんだかわかんないけど、ありがたいよね。よし。お、あれがでかいやつか。不意打ちでまずでかいやつをやっつければなんとかなるかも。よし。武器武器、盾も一応準備しておこうかな。あ、これはでもな、違うかな。耐久力高そうだからデグボグバットか、こっちでいっか。うん、さすがにこれでベキッとやればいけるっしょ。いや待てよ、思ったよりかは耐久力高いかもしれない。こういう時はね、全力を尽くす、これが鉄則。不意打ち、よし。さあバレましたね、普通に。ふん、壊れた、早い。ビシビシ、よし。ふう、これで、待って、敵からは俺撃たれるのか、これ。シュピーン、うー、この気持ちよさ。絶対なんかこの射線が取れてないでしょうっていうところでも普通に当たるのがこのゲーム、本当に楽しい。モリブリンの牙、モリブリンの鋭い牙、硬くて加工には向かないが、矢尻にすれば通常より高い攻撃力を発揮する。また虫と一緒に煮込めば薬の材料として使える。青モリブリンの角、左右に大きく分かれた湾曲した角、先端が最も硬く武器につけると攻撃力がそこそこ上がる。煎じて虫と煮込めば薬の材料にもなる。うん、やっぱりこのさ、会話シーンの時は背景、その背景っていうかテキストウィンドウの色を濃くすることができたけど、アイテム説明画面は薄いままなんだよね。ここはちょっと直してほしいな。よし。お、これはリザルシールド。リザルホスが好んで使う盾、金属で作られているが荒っぽい作りをしているため耐久性はそれほど高くない。ふむ。木の盾、ボコ盾の方がちょっと弱そうだな。というかこっちトロッコ盾、今トロッコほとんどないから逆に貴重か、これは。うん、いや、空島に帰ればすぐ手に入るけど。で、シールドのこの今15って書かれてる、右下の方にね書かれてるこの数字、いわゆる盾の強さ、耐久性ではなくて盾の強さで、前作だとこの盾の強さが敵の攻撃力より上回ってるとガードジャストした時に相手の武器を落とすみたいな、そういう設定でしたけど、受けがどれだけ強いかっていう感じなんですよね。あとはガードした時に崩されやすいとかそういうのもあるのかな。うん、これはちょっとね謎の数字なんで、これからよく確かめていく必要があるかなって気がします。ブーメラン、朽ちてしまった木製ブーメラン、投げても手元に戻ってくる便利な道具で、朽ちていてもその特性に変わりはない。うん、木製だったらなんか職人とかにブーメラン作ってくださいって言えば新品のブーメランがもらえそうな気がしますけど、武器職人っていないのかな。うーん、あれ、武器。旅人の槍、腕はすぐ壊れちゃったけど、待って、ブーメランに何かをつける、キースの羽とか鋭そうなやつとか、そういう感じかな。当然スクラビルドは、あ、待って、やっちゃった。いや、でもいいのか。
ポコタテ付きシールド。これはさ、金属製のベースの武器に木製の盾をくっつけてるから、敵の矢をぐさっと盾に刺してゲットするっていうことができるかも。前作はね、その木製の盾で受けると矢をゲットすることができた。その代わり燃えちゃうみたいなね。そういう特性がありましたが、結構やっぱり武器ポーチが少なくて困るな。でもブーメラン欲しいな。これは悩みどころだけど、デグボクゴンボー、はい、ブーメラン。あれ、これ手に入れたやつポーチを開くで合わないんですね。へえ、意外。意外っていうか、なんでそうなった。太い棒、太い棒、なるほど。これはまあいいか。お、リザルホスの角、薄く研ぎ澄まされたナイフ状の角、武器につけると攻撃力を上げる薬の材料にもなる。岩ブーメラン、岩をつけたブーメラン、なるほど。ハイラルボックリ、ハイラルに幅広く分布する樹木の実、油分を多く含んでおり燃えやすく焚き火にくべると火力が上がる。強い火力で何かを作るという料理があるのかも。何？そいや、早速くべてみる？いや、どうかな。でもせっかくだから利用しちゃおっかな。待て待て、焚き火にくべるとっていうか、ん？え、どういうこと？料理？料理じゃないだろ。焚き火じゃないもんね、これ鍋だもんね。でもやってみないとわからない。ま、待つじゃないや、ハイラルボックリを入れると、硬すぎ料理。何か入れてはいけないものを混ぜてしまった、ちょっと人には出せない料理。背に腹は変えられない時にはかじるしかない。結構程よく煮込めば意外といけそうな名前のアイテムでしたけど、よし、さあこの辺にいる魔物は成敗したところで、さっきのアミビー君のところに戻ろっかなと。あ、しまった、この辺りの戦利品。お、リザルボー、リザルホスが作った木製の弓、大型の魚の骨を組み合わせて作られており、単純な木製の弓よりも破壊力がある。これは欲しいね。旅人の弓、燃えることはないゴーレムの弓、なるほど。よし、戦闘用には強めのものを使うといいのかな。でもさっきその弓兵のリザルホス、普通にゴーレムの弓程度でも十分やっつけられたんで、結構簡単、簡単というか、その緑色のね、普通のリザルホスはそんなに耐久力はないのかも。あ、そっか、あの見張り台の上にいるやつは、前作だとあのヘッドショットの威力があの倍じゃなくて5倍ぐらいになるっていう、そういう謎設定があったんですよね。それかな、さっきのは。さあ、尻尾、しなやかで伸縮性が高い尻尾、振り回すと勢いに応じて伸び縮みをするため、武器につけてその長さを生かした攻撃ができる。ほう、なるほど。尻尾、これをブーメランに、ててーん、リザルの尻尾のムチ。おお、すごい、結構しだってる。ちょっと投げてみようかな。おお、そう、いやいやいや、これ自分取るときすごく危ないでしょ。尻尾の先端バシって掴めるの？いや、リンクだからできなくもないだろうけど、なんだこれ。お？矢印めいた何か。
お、ちょ待って、ん？浮いてる？あ、もうマップっていうかピンがスタンプか打ってあるね。しまった、つかろくの祠すっかり忘れてた。しかももうちゃんとマーキングしてあった。うん、あ、なんだって？モリブリンたちも火種もう一回つけるの大変だろうに。てかよくよく考えたらさ、鍋の下にある火がそんな簡単に消えるわけないじゃん。と今更ツッコミを入れてしまったが、常識的に考えて結構消えないよね。薪が湿っちゃってとかならわかるけど。井戸か、井戸も行きたいな。ちょっと待って、このゲームやりたいことが多すぎて困る。まず祠、そしてメインストーリーをちょっとずつ進めていく。メインストーリーっていうか、まあ何かしらストーリーというわけで、ハイラルボックリを拾いながらスカロクの祠をやっていこうかな。よし、入りまーす。進む力、進む力。お、わっ、ちょびっくりした。なんだこれ。熱くはない。うん、ここに何かを入れろみたいな。広い、何かスイッチ台座みたいなやつ。はしご、前にはしごのこと柱って言ったことあったんだよな。おお、いや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 、あれは多分熱い。あ、なるほど、向こうからこう帰ってくるパターン。これをなんとか上に持ち上げることもできるのかな。うん、できなくはないと思うんだよねこれ。例えばこんな感じで置いといて、ドンと、で上から、お、疲れました。ふう、あ、しまった、今日のノルマができなかった。で戻れ、こう、ちょ、ほい、ウルトラハンド。何？あー、微妙に届かない、微妙に届かないだと。そう言われるとちょっと悔しいぜ。逆にやりたくなっちゃうぜ。もしかしたら上からは届かないようになってるっていう可能性もあるんだけど。おお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 、しかし俺には戻れ子っていうゼルダからもらった素晴らしい能力がある。遠くない？あ、遠いとこまで届く、素晴らしい。カモンカモン。え、ここはさすがに届くでしょ。おお、なんだって？この上からは取れないように設定されてるってことかな。いくらなんでもこの距離だったらいけそうだけど。うん、これをくっつけておいて、あれ？あ、これ、そ、はしごからさ、パッて飛び出せないんだ。へえ。これをうまく外す。よし、自分が乗ってるからね。あ、いけるか、いける。いけちゃったよ。うん。まあ、いいか。
ティルルルルンみたいな。よーし、テレレレレレレレンっていう感じ。待って、まあ一回調べるか。チース。いにしえのジャン封じ浄化せし無浜の祠を訪れし者よって、お主、わしの作った、いや待って、わしが作ったわけではなくて、その技術者が作った祠の謎を解いておらんな。そんな手もありなのかみたいな、そういう話をして、うんみたいなやり取りをしてます。はーい、まあクリアできればね、オッケーなんです。お主その尻尾なんじゃみたいな。横のその奥方様も何か言いたいことはございませんか。うん、神聖な尻尾であることみたいな。はーい、お疲れ様です。ではまた後ほどじゃ。はい、というわけでもう一回入ります。さてさて、全く進む力が何なのかわからないまま終わってしまいましたが、あそこ開けとけばよかったな。まあいいや。あ、そっか、弾外しちゃうと扉が閉まっちゃうかも。ふむ、進む力、しかし、うん、お、これ矢印めいたものがある。熱とかで反応する。あ、これそもそもゾナウギアなのか。ゾナウギアがくっついている、くっついているというかもう用意されている。これを真ん中がいいかな。うん、ただ問題はあれに浮くのかっつう話なんだけど、浮く、一応。熱そう、危な。おお、ちょっと止まって。ああ危ない危ない。ふう。おお。おや。これは新しいタイヤ。これはスライドする岩。そして板。これで導かれる結論はタイヤ、軸がついてる。うん、タイヤは軸を合わせないといけないよね。これをこう、うん、これでタイヤの部分が転がるというか進めばいいわけだ。ただ当然摩擦のある板を用意しないといけない。この場合はここにやるんじゃちょっとおかしくないか。てか、そもそもね、タイヤが触らないっていうか。分解する？いや違うな。
さっきのさ、ちょっと違うやり方と比べてうん、こっちの方がはるかに難しいっていうか、その、なんていうか、うん、取りまためす。そりゃそうよな。これをどこに触らせる？あ、逆なのか？いや、待って待って待って、やっぱりそうなのか。これこっちにつけるのかな。こう、ん？バラバラにできる、バラバラにできるけど、これを運ばせる。うん、タイヤが何かに触ってないと当然意味がない。しかし軸がある。これ何かに、うん、壁がな、横にあればわかるんだけど、壁を作る。こんな感じで、いやー、ちょっと想像つかないっすね。タイヤが回ることによって何かこう、あれこれうんぬんかんぬん。え、そう？そう、そうはならんやろ。なってるけど、これを動かすっていうシステムっぽいのに。あと、やっぱり向こう側までやって、戻れ子で戻したら楽につかめそうだけどな。上からだとつかめないような設定になってるのかもしれないな。うん。こっちのタイヤ、一応軸があるね。ふむ。これを、これはだからおかしいんだよな。上か下か、下？うん、上。こうやってなんか行けたりしないかな。違うな。こうやってなんかこう知恵を試されてる感じがしますよね。僕、勇気担当なんですよ。知恵担当じゃなくて。